水田天満宮は福岡県筑後市にある菅原道真を祭神とする神社。境内抹社の小井木神社も縁結びの神社として有名。社殿によれば1226年、ご堀川天皇の直命により、菅原道真の光栄で、菅原市長者、菅原委長によって創建されたという。当時に、大財布天満宮の荘園で、菅原氏一族の大鳥氏が支配する。 水田荘があって、その鎮守であった。旧名は安楽寺書、死神人書、大い継ぐなど、太宰府に次ぐ九州第二の天魔宮と称する。江戸時代は、資料上では、水田天神の名で記載されている。田中忠政の代とされる、田中地区後主殿家人数並み行に、戦国水田天神領とあり、寺社としての序列は三位。田中氏断絶後、立花氏が柳川、 有馬氏がクルメに入って、筑後国が分割されて以降クルメ藩主、柳川藩主等の記憶を得た。立花氏時代の柳川藩の資料、遠方級、鳥土七行鳥無足淵方ともに、同五十国水田天神宮社用とあり、柳川藩寺社では十四位の位置づけで清水寺の下、と、宮本の上に記載されている。幕末期に、クルメ藩の尊王派学者、志士で、 クルメ水天宮神職でもあった、牧田持つ神が、反省改革の失敗により、地居近心のため、弟の大鳥池に寄軍していた時に住んでいた家、山、口なしかが、天馬宮西側にある。住所は、福岡県筑後市大畑水田242番地1.242番地2である。小井木神社小井木神社をはじめとして、境内抹茶が多数ある。石鳥安楽寺は、 太宰府天満宮の神宮寺名。ありがとうございます。